韓国女子バレーボールチーム現代建設に所属していたコユミン選手が、自宅で遺体となって発見された。去る1日、京畿関樹警察署によると、去る7月31日午後9時40分ごろ、広州市の自宅で古選手が遺体となって発見されたという。知人が、古選手が電話に出ないことを不審に思い、自宅を訪問して警察に通報した。警察は、外部からの侵入の痕跡など他殺を疑う点がないことなどから、古選手が自ら命を絶ったものとみて、詳しい死因を調査している。古選手は2013年、現代建設に入団し2019-2020シーズンまで選手として活躍。しかし今年3月、個人的な理由でチームを去り、以降、韓国バレーボール連盟は古選手の任意脱退を告知していた。